私はずっと歌手でいたい、ずっと歌い続けたい。繊細でなければいけないし、タフでなければいけない、どっちも大事なんですよね。100年、1000年、ずっと人の心に残る歌を歌える歌手になりたい。ストレス緩和、睡眠の質向上、 Y1000 科学するヤクルト。みんなが幸せな状況であることが一番じゃないかなって思うんですよね。今こそ心の栄養が必要なんじゃないかって。そのためにも幸せを願って心を込めて歌うのはやらなきゃいけないと思います。みんなの心を元気にして一緒に乗り越えていきたい。ストレス緩和、睡眠の質向上、 Y1000 科学するヤクルト。ミサさんです。よろしくお願いします。監督の後森です。カメリさん的にも大丈夫ですか？はい、勝ちまーす。はい、なんか本を読んで集中して、その世界観の入ったかっこいい皆さんから、なんかこう、そのままスッとちょっと立ち上がっちゃったから。こういう風に見る感じですか？はい。まあ、普通に喋ってる感じで、ミサさんの霧のいいところでこうなんかこうスーッてこう祈る感じというか、さっき言ってた上に行く感じみたいなのいけるといいかな。で、なんかあのポエムじゃなくてもハミングでも全然大丈夫なんで、一回それで見てみてもいいですか？はい。はい、カットでーす。ありがとう。ありがとうございます。お疲れ様でした。
ヤクルトって私も子どもの頃から飲んでいたようなとっても身近な商品で、そして私自身も普段からこう乳酸菌を取るっていうことをすごく心がけているので、とっても嬉しかったです。今年の夏初めて海に来ることもできて、すごくこうリラックスした雰囲気の中で撮影させていただけて、とても楽しかったです。まあ、いつもこう飲んでるヤクルトとこう同じ味なのに、ストレスとかあと睡眠に関するこう機能があるっていうことに驚きました。やはりミュージシャン仲間にもおすすめしたいですし、あと私自身ツアーだったり、アフリカに行ったりとか旅行が多いんですけど、そういうふうに環境がこう変わる中で旅をしたり生活をしなければいけない人にもおすすめしたいなと思いました。もう食事と睡眠と体を元気にさせることはもちろんそうなんですけど、私の場合は歌ったり音楽を聴いたり、あと誰かとお話ししたりするとすごく身も心も軽くなるなと思います。